芥川龍之介作「芋がゆ」「岩行の末か仁奈の初めにあった話であろう」「どちらにしても時代はさしてこの話に重要な役を務めていない」「読者はただ平安朝という遠い昔が背景になっているということを」 ってさえいいくれればよいのである。「その頃、摂政藤原元常に仕えている侍の中に何がしという語彙があった」「これも何がしと書かずに何の誰とちゃんと生命を明らかにしたいのであるがあいにく久々にはそれが伝わっていない」。 おそらくは実際伝わる資格がないほど平凡な男だったのであろう一体吸気の著者などというものは平凡な人間や話にあまり興味を持たなかったらしいこの点で彼らと日本の自然派の作家とはだいぶ違う。 王朝時代の小説家は「存外暇人でない」とにかく摂政藤原元常に仕えている侍の中に「何がし」という語彙があったこれがこの話の主人公である「語彙は風斎の甚だ上がらない男であった第一背が低い」。 それから赤鼻で目尻が下がっている口ひげはもちろん薄い頬がこけているから顎が人並み外れて細く見える唇はいちいち数え立てていれば再現はない我が五位の外貌はそれほど非常にだらしなく出来上がっていたのであっ この男がいつどうして元常に使えるようになったのかそれは誰も知っていないがよほど以前から同じような色の冷めた水管に同じようなな苗ええした絵ぼしをかけて同じような役目を飽きずに毎日繰り返していることだけは確かである。 その結果であろう。今では誰が見てもこの男に若い時があったとは思われない恋は四十を越していたその代わり生まれた時からあの通り寒そうな赤花と形ばかりの口ひげと朱雀王子の巷また風に吹かせていたという気がする。 神は主人の元ねから下はお司会の同人まで無意識ながらことごとくそう信じて疑うものがないこういう風采を備えた男が周囲から受ける大遇はおそらく欠くまでもないことであろう侍どころにいる連中は五位に対して ほとんどハエほどの注意も払わないういむい合わせて二十人に近い下役さえ彼の出入りには不思議なくらい冷嘆を極めている五位が何か言いつけても決して彼ら同士の雑談をやめたことはない彼らにとっては空気の存在が見えないように 五位の存在も目を遮らないのであろう下役でさえそうだとすれば別当とか侍どころの司とかいう和役たちが頭から彼を相手にしないのはむしろ自然の数である彼らは五位に対するとほとんど子供らしい無意味な悪意を 霊然とした表情の後ろに隠して何を言うのでも手真ねだけで用を足した人間に言語があるのは偶然ではないしたがって彼らも手真ねでは用を便じないことが時々あるが彼らはそれを全然語彙の誤声に欠陥があるからだと思っているらしい。 そこで彼らは用が足りないとこの男のゆがんだもみえぼしの先から切れかかったわらおりの尻までまんべんなく見上げたり見下ろしたりしてそれから鼻で笑いながら急に後ろを向いてしまうそれでもこいは腹を立てたことがない。 彼は一切の不正を不正として感じないほど生き地のない臆病な人間だったのであるところが同僚の侍たちになると進んで彼を翻弄しようとした年笠の同僚が彼の震るわない風来を材料にして 古いしゃれを聞かせようとするごとく年下の同僚もまたそれを機会にしていわゆる狂言・履行の練習をしようとしたからである彼らはこの恋の面前でその鼻と口ひげと煙干しと水管とを品質して飽きることを知らなかったそればかりではない 彼が56年前に別れた受け口の女房とその女房と関係があったという酒飲みの奉仕ともしばしば彼らの話題になったその上どうかすると彼らは甚だたちの悪いいたずらさえするそれをいまいちいち列記することはできない が彼の支えの酒を飲んで後へ威張りを入れておいたということを書けばそのほかはおよそ想像されることだろうと思うしかし5位はこれらのやゆに対して全然無感覚であった少なくも脇目には無感覚であるらしく思われた 彼は何を言われても顔の色さえ変えたことがない。黙って霊の薄い口ひげをなでながらするだけのことをして済ましている。ただ同僚のいたずらが高じすぎてまげに紙切れをつけたり太刀のさやに草履を結びつけたりすると。 彼は笑うのかくのかか、泣くわからないような笑顔をして「いけぬのおみたちは」と言うその顔を見その声を聞いた者は誰でもひとときあるいじらしさに打たれてしまう彼らにいじめられるのは一人 このの赤花の語彙だけではない。彼らの知らない誰かが多数の誰かが彼の顔と声とを借りて彼らの無情を責めているそういう気がおぼろげながら彼らの心に一瞬の間染み込んでくるからであるただ その時の心持ちをいつまでも持ち続けるものは甚だ少ない。その少ない中の一人にある無為の侍があった。これは丹波の国から来た男でまだ柔らかい口ひげがやっと鼻の下に生えかかったくらいの青年である。もちろん、 この男も初めは皆と一緒に何の理由もなく赤羽の,の語彙を軽蔑したところがある日何かの折に「いけぬのうおみたちは」という声を聞いてからはどうしてもそれが頭を離れないそれ以来この男の目にだけは 語彙が全く別人として映るようになった栄養の不足した血色の悪い魔の抜けた語彙の顔にも世間の迫害にべそをかいた人間が覗いているからであるこの無意の侍には語彙のことを考えるたびに 世の中のすべてが急に本来の寡頭さを表すように思われたそうしてそれと同時にしもげた赤穴と数えるほどの口ひげとがなんとなく一味の慰安を自分の心に伝えてくれるように思われたしかしそれはただ この男一人に限ったことであるこういう恋愛を除けばゴイは依然として周囲の敬語の中に犬のような生活を続けていかなければならなかった第一彼には着物らしい着物が一つもない青にびの水管と同じ色の差し抜きとが つつずつあるのが今ではそれが上白んで愛とも婚ともつかないような色になっている。水管はそれでも肩が少し落ちて丸組みのひもや菊とじの色が怪しくなっているだけだが差し抜きになると すそのあたりのいたみかたがひととおりでないそのさしぬきのなかからしたのはかまもはかないほそいあしがでているのをみるとくちの悪るい同僚でなくともやせくぎょうのくるまをひいているやせうしのある意みをみるようなみすぼらしい心もちがするそれにはいているたちも すこぶるおぼつかないもので束の金具もいかがわしければ黒鞘の塗りもはげかかっているこれが霊の赤花でだらしなく草履を引きずりながらただでさえ猫背なのを一層寒空の下にせぐくまって物欲しそうに左右を眺め眺め刻み足に歩くのだから。 通りがかりの物売りまでバカにするのも無理はない現にこういうことさえあったある日五位が三条某門を新千円の方へ行くところで子供が六七に炉端に集まって何かしているのを見たことがある。 小松ぶりでも回しているのかと思って後ろからのぞいてみるとどこかから迷ってきたむくいんの首へ縄をつけてうったりたたいたりしているのであった臆病なご彙はこれまで何かに同情を寄せることがあってもあたりへ気を兼ねてまだ一度もそれを好意に表したことがない。 がこの時だけは相手が子供だというので幾分か勇気が出た。そこでできるだけ笑顔を作りながら年かさらしい子供の肩を叩いて「もう勘にしてやりなされ N も打たれれば痛いでのう」と声をかけた。 するとその子供は振り返りながら上目を使って下げすむようにじろじろゴイの姿を見たいわば侍どころの別当が用の通じない時にこの男を見るような顔をして見たのである「いらんせは焼かれとうもない」その子供は一足下がりながら高慢な唇を反らせてこう言った「なんじゃこの赤鼻目が」 はこの言葉が自分の顔を打ったように感じたがそれは悪態をつかれて腹が立ったからでは毛頭ない言わなくてもいいことを言って恥をかいた自分が情けなくなったからである彼は決まりが悪いのを 苦しい笑顔に隠しながら黙ってまた新千円の方へ歩き出した後ろでは子供が67人肩を寄せて別格好をしたり舌を出したりしているもちろん彼はそんなことを知らない知っていたにしてもそれがこの育児のない五位にとって 何であろう。ではこの話の主人公はただ敬意されるためにのみ生まれてきた人間で別に何の希望も持っていないかというとそうでもない。5位は56年前から芋がゆというものに異常な執着を持っている。芋がゆとは、 山の芋を中に切り込んでそれをズラの汁で煮た粥のことを言うのである当時はこれが無常のけいみとして神は万丈の君の食前にさえ登らせられた従って我が御意のごとき人間の口へは年に一度 臨時の客の檻にしか入らないその時でさえ飲めるのはわずかに喉を潤すに足るほどの少量であるそこで芋がゆを飽きるほど飲んでみたいということが久しい前から彼の唯一の欲望になっていたもちろん彼は それを誰にも話したことがない,いや彼自身さえそれが彼の一生を貫いている欲望だとは明白に意識しなかったことであろうが事実は彼がそのために生きていると言っても差し支えないほどであった人間は時として満たされるか満たされないか わからない欲望のために一生を捧げてしまう。その愚を笑う者は必胸人生に対する路傍の人に過ぎないしかし五位が無双していた芋がゆにあかむことは存外容易に事実となって現れたその始終を書こうというのが 芋が言うの話の目的なのである。